ジャージと S スタイル、テレビと雑誌の垣根を越えてタッグを組み、宮城のイケてるラーメンイケメンを徹底リサーチ。互いの取材力を駆使し、今食べたい珠玉の一杯を厳選します。仙台市中心部から車で30分ほど、岩沼市にあるヌードルショップ七色。今ラーメン通の中で最も注目を集める新店です。こちらですね、岩沼にあります県内屈指の人気店、荒川さんの2号店として出店したお店になっています。で、1号店の荒川さんの方は鴨出汁で有名なラーメン屋さんになるんですけれども、2号店はですね、今までとは全然違うラーメンが提供されているということで話題沸騰となっています。角田の野田鴨を使用した1号店の荒川、そして2号店の七色が扱う食材は貝。お待たせいたしました。貝だしの塩になります。貝なんですね。いや、塩ラーメンですけど、色はね、結構黄色みがかってるんですね。上にもね、美味しそうな油が浮いてますよ。もうね、画面越しだと伝わらないと思うんですけど、もうこの辺すっごい貝のいい香りですね。美味しそう。オープン直後から一躍行列店へとのし上げた七色渾身の一杯は、ハマグリをベースにした貝だしラーメン。その実力やいかに。いやいや、もう貝のすんごい旨み感じます。いや、なんでしょうね、もうほんと濃厚で、だけどこう雑味がなくって上品なスープです。びっくりです。貝を食べてるようなスープに仕上がってます。一口飲んで衝撃が走る圧倒的な貝の旨み。その秘密は厳選された食材にあり。ハマグリは三重県の桑名市の桑名産のハマグリを使ってました。味が濃厚で、でもなんか全体的にちょっとさっぱりっていうか、上品に仕上がるような、ガツンとくる中でもやっぱり淡麗な感じで。極上のスープに合わせるのはやはり極上の麺。1号店の荒川で製麺される全粒粉入り細ストレート麺を使用しています。つるつるしこしこのナースすり心地のいい麺ですね。いや、ほんと噛むほどにね、この小麦の香りと甘さも感じられます。このスープに本当によく合ってますね。貝の旨みを引き立てる塩、そして深いコクと味に重厚感を生み出すのが特製香味油。スープで炊き上げた後の貝の身だけを外して香味油作ってました。油で炊き上げるんで、貝の旨味を最後の一滴までを使ってました。ハマグリという素材の魅力を一杯の丼に凝縮させる、その技術と情熱に魅了されるファンが急増中。七色っていう名前が、今いるスタッフとお客さん、もういろんな関係者の人全員が合わさって美味しいものを作っていけるっていう意味もあったんで、いろんな人に食べてもらって、いろんな感想を聞いて、もっともっと美味しくするように、そういう風にしていきたいなと思います。もう貝の旨味とコクがすごすぎる一杯ですね。もうね、注目される理由わかりますよ。絶対食べてほしい。今回のイケてるラーメンイケメンは、ヌードルショップ七色の貝だし塩。宮城のラーメン業界に新たな風を吹き込む極上の一杯、要チェックです。